オータム・リーブスです。戻ってまいりました、私。というわけでね、アクト5に行きます、今からね。でね、アクト5はまあ普通にこっちから、五章行って、これ。で、いいわけよ。よし。ほい、ゴーレム。あ、なんかいる。なんだこいつ。なんなんだ、あいつらは。により串刺しを付与するたびに追加の物理ダメージ、これさっき手に入れたやつだけど、こいつらは何なんだろう。ああ、攻撃してるから。物理ダメージってそういうこと？まあなんだかわからんけど、攻撃してくれるからよし。ファンタズム召喚サポート。あ、やべ、一般市民殺しちゃったよ。これなんか持ってる気がするな。お、隠れ家じゃね、これ。堂々たる隠れ家。確かに堂々としてるわ。もう誰もいないかな？まだいるんかな？ここはオレンジだ！出てけ！貴様ら！
3体ってこれだよな。わからん。あいつら、あのドクロたちがどっから出てきたかがわからん。これがアンロックされました。はい。あげるぞ。おー、これすげえな。両手剣か。てかちょっと家に一回戻った方がいいな。これすげえな。戻る一回。
これ装備すかな、ストーンゴーレム。ちょっとあれだな、使えないっていうか、今のビルドだと使わんけど、だいぶすごい剣だったね。あ、なんか全然これ変わってる。こういうことか。
これか、ファンタズム。おお、ウェイポイント、ウェイポイント。確かね、テンプラーで入るとちょっとセリフ変わるっていうか、特殊セリフになるんだよね。三色装備月中。あ、これだ、ユニークアイテム出るやつ。来たー。来たけど9から23。あれどうなんだ。グローバルアクチュアリーレーティング 100% インクリーズダメージウェンオンローライフ。ちょっと微妙じゃないんかこれ。そうだよね、ちょっと微妙だな。よし、いいアイテム来い。
鉄の仮面、あれ、これすごくよくね？13% インクリーズフィジカルダメージ。13、25ダメージ。ああ、そうでもないか。この鉄の仮面見てみるか。スペルダメージプラス 17% だけど、ちょい微妙だな。ハズレだぞ今回、ちょっとこのユニーク武器。お、なんか書いてるね。ちょっと入ってみるか。これ JP や。劇を書かなかった。ひよってしまった。ああ、なんかビヨンビヨンってなった。イエイ。おぉ、スターハート。倒した。倒せっか、こいつ。
この剣投げるやつ強いな。頑張れゴーレム。やったー、アミュレット。I believe in traveling light. (67/45)92% インクリーズアーマー。あ、そっか、わかったか。そういうことか。はいはいはい。さっきつけたやつか。このスキルが呼んでたんだ、骸骨三体を。あ、よ、やっと終わった。インクリースプロデューススピード。あ、これめっちゃいいやつじゃん。同じやつだ。ご丁寧にこれ数値まで一緒じゃね ?29 ストレングスか。あー。もうちょっといい性能のやつが欲しかったな。
なんかすげえスマホが鳴ってる。で、エンプラーの宮殿。挑むか。全然ダメージ入んねえな。やばいやばい。ここで決めたい。決まれ決まれ。決まった決まった。弓か。悪く、あ、安定。102、102。アクチュアリレーシング、インクリーズアーマーアンド。同じやつじゃね、これ。とりあえず次の映画行く。映画じゃない。次の部屋に行きますか。
さっきからなんか日本語チャットの方がだいぶ盛況ですな。よし、上の部屋に行くぜ。イノセンスの間。アイテンプラアバリアスを見つけて倒せ。すげえ名前だな。こんなとこにも鉱山があるのか。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。召喚。どうした？フルプレートすごいねこれ。289。まあ今のやつの方がいいよね。記載のオーブ。邪魔邪魔邪魔。行け行け。おお、これもすごいね。これいらねえよな。なかなか強いんじゃない？
うわ、いっぱい来てる。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。イノセンスの聖域。はい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 。邪魔や、雑魚ども。危ない危ない、やばいやばい、あー、やられた。倒したぜー。あー、こいつまだいるんか。すごい。なんだ、弾幕系か、こいつは。
やばいよー、やばいよ、やばいよー。やばい、もっと雑魚敵を出してくれ。助けてー。よし、ザコ的いいね。あおー、なんて言ってんの？アイアムザストーンって言ってる？ビームだー。いいタイミングで敵を出してくれます。やばいよ、やばいよー。2体いるし、いつの間にかあの、デカブツが。3体いる？あー、やられた。いきますか。正直勝てる気がしないけどな。やばい、こっち逆回転かい。でも体力もすぐだな。え、あ、倒した。大したアイテムじゃないよね。なんだこいつ、誰だ。シン。あ、なんだ、石像が崩れていく。あー、石像が。さよなら。はいはい。ケンプラーの宮廷を取って通って戻れ。納骨堂で純血の印を見つけろ。I can't do this just yet.
あーやばい。一回戻っていいのか。あ、チャットが来てて、今現れたシンってのは、イノセンスの兄弟みたいです。ありがとう、POE おじさん。早くあれだよね、アクト5とかも日本語訳してほしいっすね。どこ行けばいいんだろう。これ戻っちゃっていいんかな、ワープで。あ、来た。 You deserve recognition for what you have done. なんかよこせ。コバルトジュエル、ビジリアンジュエルだな。 Once Kitava has gobbled up. うせ。 Remember, we do this for freedom.アタックスピード、ライトニングレジスタンス、フィジカルアタックダメージ率、はいはいはい。で、どこだっけな、どっか、ここだ、ここだ。イェイ。イノセンスの間に行って、ストーリーを進めるにはさっきのマップから逆走。あ、そうっすよね。いや、そうだよね。やっぱここから戻ってかなくちゃいけないんだよね。もうウェイポイントを使えば、すぐ入り口に戻れたんだな。お前はぶっ壊した。それしかわからん。焼けた宮廷。ああ、燃えている。They saved me the trouble of burning this place down. これはリーグ要素だよね。重い。やばいやばい、重い重い。グロいなぁ、このデッキ。
なんかえぐいくらい重いんだけど。オータムの RTX2060 が、ああ、あと3秒しかない。で、戻ってきたんじゃない？多分、元の世界に。ドロップしたら常時ハイライトとかできないんですかね？デリリウムっていうコアシステムの一つ、一定時間追加モンスターが登場し、奥に進むほど敵が強くなって、もっと奥に行けばいいのか。攻撃か、これは。光のスカラーケート、やばいやばい、溶ける溶ける。グッバイ。開け。なんか敵が強くなってる気がするな。あ、敵じゃなかった。ただ燃えてるだけだ。ああ、出口だ。愛された広場。きつな名前ですね。ああ、街が。さらばだ。アジアのポータル。納骨堂の入り口、納骨堂の入り口。あ、でもこのあ、そうか、このエリア内にあるんだ。邪魔だ邪魔だ。アクト5のストーリーとしては奴隷解放運動に参戦して、そうっすね、最初なんか収容所みたいなとこでやってて、相手の親玉倒したら、実はその解放運動は、キタバっていう悪魔を信仰するカルト教団による仕業で、イノセンスを倒したことにより、キタバが復活して街が崩壊してしまった。あー、なるほどね。そういう深いストーリーだったんだ。先行けないか。
面白いからこの辺りまで日本語化されるの楽しみですね。楽しみですよ。オータム的にあのね、パイエティが気になりますね。未だにあのパイエティがどういう存在なのか知らないんですよ。なんか数少ない美人枠なんで、どういうキャラクターかを知りたいもんですな。どこ行けばいいんだろう。こっちか？こっち、あ、こっちだ。え、違う？あ、こっちでいいんだ。ウェイポイントで、納骨堂これか。邪魔じゃ！純血の印を見つけろ。これか。おしゃれなコート。防具か、それ本当に。切られた。違う。なんか、納骨堂は納骨堂なんだろうけど、こんな無造作に骸骨入れていいもんなんかな。あー、やべえな、これ。兵器の処分。あのユニークアイテム出るやつも持ってないんだよな。いいや。アイテムよこせ。先へ。パイエティについてあんまり知らない。今軽くウィキで見た感じ、なかなか一言で。そうなんですよね。パイエティってアクト1から出てきて、多分4くらいまでずっといるから、いるからっていうか、出番あるから、なんかだいぶ重要なキャラっていうか、深いキャラなんだと思うんですよね。冒涜された聖人。言ってない下か。召されよ。あー、なんかすごいのがいる。デススラッシュ。元人間でマラチャイに見入られて悪魔の力が与えられた的な感じだと思います。はいはいはい。レッドブラウン。あ、アセンダンシーじゃない、この初代テンプラーの墓。サイン・オブ・ピュリティ、これ純潔の印。モテネッツ。これはいらない。三色装備だけど別にいいかな。
そんなことよりね、これで多分おお、5リンクの鎧がドロップしてますね。これのことをドロップしてるんですけど、あ、でもどうなんかな、ステータス的にはこっちの方がなんかいいんですけど、ジュエルのこと考えたらやっぱこっちなんだろうな。あれ？あ、これで終わりか。アセンダンシーじゃなかったわ。レバーがあったから。シン。それだけか。あ、敵が。霊廟に行け、北場の木を破壊された広場から大聖堂の屋上へ行け。その前に一回戻ろう。でもあれなんかな、やっぱこれ装備してスキルいっぱい強化した方が強いかな。やってみっか。ダッシュ。なんかキャラクターに囲われてて見えねえ。あー、いたいたいた。どう？色変えたい。色変えり、あったあったあった。サポートジムは強力なのでリンクできる数が増えると一気にパワーが上がります。やっぱそうっすよね。あー、全部赤になった。もうちょい緑欲しいな。あ、いい感じだけど、まあまあいいか。ちょっと青も欲しかったけど、じゃああれだな、おじさんの言うことを聞いて、この行きますか。スプリッティング、あー、ちくしょう、緑がリンクしない。緑がもうちょっと欲しい。どうかな。あー、まあ、うん、これでいいだろう。スプリッティングスティール。ちょっとあれだな、赤系のサポートが欲しい。ノックバックサポートね。出血サポート。ノックバックか。敵を近づけないってのもありだよね。出血装備。赤はあれだな。出るスタンス。これ装備してもあんま多分。微妙だね。
いっそのことあれかな、リンクもやっちゃおっかな。6個ついたら強いよな。でもなんか変な感じになったらやだな。ヒット時ライフ回復、あ、これいい。よし、こんなとこでどうでやんしょう。で、あれだな、ストーンゴーレム召喚に、いろいろつけたいけど、この指もちょっとあれだな、スタッシュに入れとこう。他のキャラで使うかも。で、放浪者バイザー付きサポート。これはいんないな。この二ついんねえだろ。これプレイヤーだ。ラーニ、買ってくれ。あ、これはあれか、キーアイテムか。さよなら。で、ファントズム召喚サポートはいらな。あ、これと、これで。なんか、オーラ、強化するサポートジュエルってないんかな。まあ、いっか。高額な投射物サポート、いる。うん、ちょっとこれで行ってみるか。だいぶ強くなったかな。一応、これ、ちょっと持ってくか。比較できるもんな。サポートジェムは強力なの、リンク、あ、これさっき読んだ。オーラのサポートは基本的にないかも。やっぱないのか。オーラのサポートはないか。オーラ力はサポートできないんだ。フレームダッシュ。これもかっこいいよね。ダイヤモンドの指輪。グローバルクリティカルストライクチャンス。プラス16デレ、デクステレンシー。まあ、いらないか。よし、こんなとこでどうござんしょう。はい、バノンさん。なんかよこせ。ラーニー、あ、面白いもん売ってないかな。まあまあまあ、こんなもんか。よし、破壊された広場行かなくちゃいけないか。ウェイポイントでウェイ、破壊された広場。カルト教団め、美しい街をこんなにしやがって。死ねい。ああ、やっぱ威力上がってんな。やっぱソケットが正義なんだな。そうだよね、さっき2発くらい当ててたのが、ほぼ一撃で溶けてるもんね。これでジュエルがレベルアップした暁には、しかもバフかけてなかったし。よし、これでいこう。おー、溶ける溶ける。
あー、なんか気持ち悪いのが出てきた。で、焼けた宮廷でいいのかな、行くのって。大聖堂の屋上、まあ、行ってみっか。こっち来ちゃったんだ。じゃあちげえわ。そっちは戻っちゃう感じ。ありがとうございます。カラスがめっちゃ飛び立っていく。敵が来ねえ。早くナイフでズタズタにしてやりたいぜ。ズタズタにしてやる。歪みし、彫像か。いけいけ。ここのマップかなり広い上に障害物が増えてて迷いやすい。左下の方にあります。ありがとうございます。こっちの方向で やんすね。面白いように溶けてくね。溶けろ。行け。これか？あ、これだ。おじさんの導きによってたどり着いた。ウェイ。あー、なんかキモいのが下から来る。いける記念碑。あー、キモいのが来る。バラコの顎？復讐の塊。そんなもんオータムに向けられても困るわ。復讐の魂か。邪魔だ邪魔だ。どけいどけい。
H の書。攻撃すんじゃねえ、リリカリアン。どういう意味なんだろう。上がれるかな。H の書、H の書、ポータルの書、ポータルの書。リリカリアン。こっちは、邪魔だ、リリカリアン。ポーチャーの順位。その敵へのヒットに物理ダメージ追加。呪いのかかった敵にアタックを行うとライフとマナが得られる。あー、これ欲しかったやつだ。スナイパーの順位じゃなくて、そう、こっちが欲しかったんだよね。ダブルでかけられるかな。よしよしよし。ちょっとあれだな。こっちがポーチャーで、こっちはスナイパーの順にしよう。いやー、やったね。このスプリッティングスティールのビルドで調べていくと、このね、なんだっけ、ポーチャーの順位がおすすめに入ってて、ずっと探してたんですけど、見つかってよかった。ああ、威力が団地だぜ。ああ、気持ち悪いのが出てきた。ヒデコラの髪。最後の北場の苦悩を見つけろ。レベルアップ。分からんけど、僕はずっとウィンドウフルスクリーンでやってます。大体フルスクリーンでやるよな。こんなとこで鉱山触れることでアズライト鉱山で使用できるボルタクシックサルファイトを獲得。行かないぞ、こっちは忙しいんだ。クルーエルクロール、これは最後のやつか。トゥコハマの葉。はじめまして、このゲーム日本語化になったんですか。はい、このゲームは日本語化されております。武器名とスキル名はだいたい日本、スキル名じゃないか、ステータス名だいたい日本語化になってて、ストーリーはアクト1まで日本語になってた。あ、話している。よし。こんな感じでチャットしてくれ。リリカリアン、死ね。あー、レベル49。
か、パスオブエクザイルのニュースっていうかネット記事で、シーズン始まってから、プレイ人数がツイッチで15万人超えたって言ってて、ネット記事だとなんか、日本語化されたからだ、みたいなこと言ってたけど、日本語化されただけで15万もいくかね。あ、でもあれか。日本語だけじゃないんか。他の国の言葉とかも一気に増えたら、そりゃ12、3万とか15万はいくか。若干ディアブロがちょっと元気がない今。パスオブエクザイルには頑張ってほしいっすね。2も今年出るし。あー、ギリカリアン。そしてゴーレム君が死んでいる。どこに行けばいいんだこれ。破壊された広場から大聖堂の屋上に行け。キタバを倒せ。あ、もういいんか。破壊された広場に行っていいんだ。このクエストは集めきりました。ありがとうございます。そのようです。あー、間違って、ポータル押しちゃった。よし。いいね、これは本当に神だわ。鋼のガントレット。まあ別に持ってなくてもいいか。とりあえずこれは返しとこう。運のオーブ。現実への疑念。たら、ラーニさん、こんばんは。おー、スキルの書だ。3も溜まっちゃってるよ。盾武器物理ダメージ 10% 追加、刃の位置クリティカル率 40% とか、これすごいね。あれ、アタックイズワン、ワンハン、まあ、二刀流だからこれオータムには下は関係ないか。だいぶすごいな。ダメージ増加しまくりやんけ。しまくりやんけって口が悪いな。カオスダメージ。ライフ。行こうか。よし、これで二刀流でもワンハンデッドは乗るはず。あ、本当ですか。乗るのか。おじさん本当に詳しいっすね。破壊された広場。で、広場に行け。破壊された。まず広場であれか、ウトゥーラを倒せる、倒せばいいんか。邪魔だ邪魔だ。このオータムのスプリッティングスティールビルドの前にヒレフスがいい。なんか全体的にこのステージの敵のデザインは悪趣味っすね。まがまがしいわ。
なんかアクト2あたりのジャングルみたいなところの方が良かったな。開けた宮廷、大聖堂の奥はこっちか。まずウトゥーラだな。ウトゥーラはどこだろう。大聖堂の方角行けば出てくるかな。屋上もウトゥーラも左下。はい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 、ありがとうございます。左下だからこっちから回り込む感じか。邪魔だ邪魔だ。このマップとても広いけど完全固定マップ。そうっすよね。多分ストーリーに関係あるマップって固定ですよね。ディアブロ3と一緒で多分そうだよね。きっとだからあれか、上手い人はここ完全に暗記しちゃってて、もう、わかるんだろうな、どこ行けばいいかとか。多分、どん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 レベル上げて、装備集めたら新しいキャラ作ってみたいな感じで、シーズンを乗り切っていくんだろうな。大抵のマップは、ある程度の法則があるランダム生成。あ、そうなんだ。ランダムもあったんだ。邪魔だ邪魔だ。むしろほとんどランダムです。しよう、ほとんどランダムなのか。こっちじゃない気がするな。なんかこっちじゃないか。聖廟じゃない。行くのは大聖堂だ。行くぞ、死ねい。邪悪なカルト集団め、正義の刃を喰らえ。オータムの勘がこの辺だって告げてるな。この辺なんじゃないか。ウトゥーラはそこからちょっと右上、屋上は上方向。はいはいはい。つまりこっちにウトゥーラがいて、なんか違う気がする。これサイナマレシモのなんとかハンマー。
で行き止まり、邪魔だ邪魔だ、なんかチャットでは迷える子羊が仲間を探し求めてるみたいですね。お、三色装備じゃなかった。ラースタイラント。邪魔だ邪魔だ邪魔だ。こっちへ入らない。これが大聖堂か。はいはいはい。で、ウトゥーラは右上だから、もっと、さっきうろちょろしてたあたりだよな。こっちかな？ウトゥーラは屋上からまっすぐ右下。畜生、違うとこに来てしまった。ってことは、こっちの方か。この先にいる気がする。オータムの勘がここにいると告げている。ああ、やった！ありがとう！おじさんありがとう！どこだ、ウトゥーラ。どこに行きやがった。来た！なんかイメージと違うな、ウトゥーラ。こんななんか化け物みたいな姿だったんだ。さらば、ウトゥーラ。そして、隠れ家も。隠れ家けどさっき、アンロックしたから。あ、いるわ！まだ！畜生！うちに、土足で入るな！行け行け行け。悪い子はいねが、いないようだな。ああ、まだ来た。もういないか。隠れ家がアンロックされました。はい、レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。よし、アクト5クリアまで行きたいな。さっきのあのイノセンス倒したらアクト5終わるんかなと思ってたけど、意外に長引いたな。じわじわ日本人増えてそうですね。ちらほら初心者配信を見かけるので押しかけてます。ありがとうございます。大変助かります、アドバイス。
大聖堂の屋上。の前にバノンに話しかけて報酬を受け取ろう。あ、やっちゃった。はい、バノンおじさん。アサシンのヘイスト。10% インクリーズマナーリジェネレーションレート。はいはいはい。マナーの回復速度が上がるのと、歩く速度が上がるのと、キャストのスピードが上がるのね。はいはい。クリムゾンデュエル、ウォーロードのリーチ。メリーストライクか。ポーチャーのエイム。あれこれ持ってるやつやね。プロテクタリズ P3 アディショナルターゲット 10% インクリーズ。はいはいはい。これとは別なんかな、ポーチャーの順位。ポーチャーのエイム。パッシブツリーのやつでもスキル覚えられるんか。知らんかったけど。まあけど、アサシンのヘイストかな、こん中だと。はい、さよなら。別物です。なるほど。直近のソケット、ここか。検索すっか。あ、まあ、ここも近いな。2個振ればいけるけど。まあ2個くらい振ってもいいかな。こっちに振るとこっちに行けるけど、そんなに。まあ、ライフマスタリーは一個取っときたいかな。こっち行くか、こっち振って、行くと、フラスコ、フラスコ。スペルダメージ緩和確率プラス 1%。なんかこういうのも活かせるようになりたいけど、なかなか難しいっすよね。ビルドとかスキルの理解がないとどう扱えるのかが全然わかんなくって。どう装備。あ、いや、レベル振るときに考えよう。まずは屋上だ。行くぞ。遠征のオーブ3個。もうこの辺まで来ると複数出るんすね。キーストーンは尖った性能してます。そうっすよね。オニクスフレイヤー、かっこいいじゃないか、名前が。あ、三色装備だ。逆殺が逆殺や、ドレッドクロー。なんか地味にビジュアルかっこいいね。
スターバーの使者。ゾンビ召喚って複数つけたら上限上がったりしますか？同じスキルって複数つけるとどうなるんですかね？なんかゾンビ召喚は、ビルドで確か最大値増やすやつありましたよね。なんか装備で、なんかのステータスが上がるたびにゾンビの召喚数が増えていくみたいな。なんかだいぶ初心者用のやつだった気がする、ビルドって。なんかやっぱミニオン系は多分初心者向けなんでしょうね。スタバを倒せ。あーさっきこいつ崩れてた石像の人じゃないの？なんか肉出てるけど。あーあーいや、危なかった危なかった。おお。ここで避け、ここ大丈夫かな？あー削られた。おお。あ、なんかビーム出てる。あ、びっくりした。こっちから出したんだ。あー、見にくいよー。なんかこんなデザインのさ、あー、危ない危ない。死ぬ死ぬ死ぬ。あー、やばい。雑魚敵、雑魚敵出てくれ。雑魚敵出てくれ。フラスコがない。あ、でもあれだ。スナイパーの順位じゃない。もう一個の方のやつつけてるから、攻撃してれば多分回復すんじゃねえの、こいつ。あーあー、危ない危ない危ない。いいタイミング。すごいいいタイミングよ。あ、雑魚敵出てきた。いいタイミングよ。キタバの心臓。あ、これ攻撃しないとダメだ。あー、心臓を戻してやがる。なんかこの頭のデザインね、すごい見覚えがあるんだよね。なんだろう。ゼットマンかな。ディーグレのなんかレベル3の悪魔にもちょっと似てるけど。あー死ぬー。あーいいね、いいね、いいね。お、心臓が落ちてきた。この、暗い。心臓この野郎。ダマ見ろ、心臓。舐めるなよ。心臓を戻すなぁ。おお、なんか出てきてるよ。ああ、危ない危ない危ない。おお、ああ、死んだ。チェックポイント、もちろん、ナチュラルに即死攻撃回避してる。即死攻撃、どれだったんだろう。畜生。ああ、なんかもうここまで来ると弾幕ゲームみたいですよね。ああ、やばいやばいやばい。おお、いいねいいね。ハイメガキャノン砲くらい。おお。赤黒だとちょっとかっこいいけどね。これは強い攻撃だな。あーなんか壊された。死んだ？死んでない、死んでないけど。負けイベか。プレイヤーは北場の残酷な苦悩により永続的に弱体化。
何が弱体化したって今。とりあえずノーシェーム、恥じることはない。何が弱体化したんだろう。デバフかかってるかな。デバフかかってないよな。Is this what losing a fight feels like? リリー、誰だお前。キャプテンリリーロス、キャプテン、あー、アクト5クリアしてて、属性レジストが低下ってことは、あ、ほんとだ、マイナス 30% になってる。やってくれたぜ、あいつ。よし。ここからは、ディアブロ2でいうナイトメアモードです。わかりやすいな、その例えは。オータムちゃんとディアブロ2は予習してるんで、わかりますよ、その例えは。原作じゃなくてあっちですけどね。さ、11月くらいに出た、なんだっけ、ディアブロ2、リザレクティドだったかな。あ、忘れちゃったな。リリー。はいはいはい。シン。何言ってるかわかんない。日本語喋ってくれよ。リザレクテッドですね。リザレクテッドね。あれこれさ。あれ同じ場所じゃないんかな、なんか。あ、やっぱ同じ場所だよね、これ。負けて戻ってきたんか、ここに。アイテム売る。いらない。いらない。いらない。なんでこんなん持ってんだろう。同じ場所です。はい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 。なるほど。そういうことね。で、ここでなんか、ジュエル売ってたお姉さんいなくなっちゃったな。死んじゃったんかな。First we hear that Orinessa. Farewell. じゃあ、キリがいいんで、この辺で配信を終わらせていただきます。POE おじさん教えてくださってありがとうございました。すごいビルドのやつとかかなり参考になりました。本当ありがとうございました。これ動画 YouTube に上げるんで、もしなんか暇だったら見てみてください。お疲れ様でした。配信終了。